電光石火でしたこんなピッチャーいないっすよっしゃおー読んでた高い入ってた、はい、で前2つ刺されてるんですねこれ五分五分ですねそっから一気に行きましたね2投3投とそうですね、まあ昨日の夜、ピッチャーの動画見まくったんですよ同じチームなんで、いっちゃえ精神攻撃は8番、レフト、鈴木大和完全な盗みでしたね今日だけじゃ意味ないんで次も行きます期待します、はい